早いな、若い子は。クリスマスに死んだか。狙ってたのかもね、この子。クリスマス狙い。そううまく死ねるかな。死ねます、そういう束なんだから。そういう束だよ。おまけだ。最初にニューヨークに行こうって言い出したの優子の方なんだからね。あっちでヘアメイクの学校行けば日本で扱い違うって、私だけその気にされて三月前まで一緒に英語の学校まで通ってたんだよ。上達しないんだもん。そのうち私も。そのうちいつかいつかいつかって。そんなだから男は取られる仕事じゃ割り食う。今日は単なるお見送りでしょ。行くってばちゃんと行くから、うん、じゃあね、バイバイ。バイバイ。ファッキンエイジア。ウェルカムトゥエイズ。バイバイ。バイバイ。エリックってまだ若いのにね。ちょっとねえ、エリックって何よ。ねえ、保険のへえ、これ江戸端さんが作ったんだ。うちはキャスティングだけなんだけどね。うるさいんだよここ。もっと大物連れてこいだのさ。ヤンキーってのほらブオしてられないから。ブオ、ねえ、あれ見たい。およそそれは16光年星の
んないな。おごっちゃおうかな。え、行く、本当におごっちゃおうかな。メニュー次第行くね。でも行く行く。糸端さんおごりですよね。もうグッドよ、グーだグーもう。ねえ、ゆう子も行こう、フルコース。これ、これ、これ。それとこれ、ほら、みんなでマグイ合おう。ね、はい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 。お客さん、モヒカンですか。なあ、ゆう子行こうよ。今日はいい。ね、行こう。ほら、レイの出発祝い、まだだし、ね。ごめん、疲れてんの。行かない。副院長お願いします。あ、いいよ。ソリッター、ブスコバン。安住さん、もう大丈夫です。飲みすぎちゃったね。しょうがないよ、自分で毒飲んだんだから。アルコールは加減しないと。ん？バカ野郎。いつか私だって、パッと。あ、な、ナーボン急いで急いで、はいはいはい、間に合ったかな。はいはい、好きなだけ抜いてね。はい、大丈夫。はいはい、ありがとう。妊娠はしてませんよね。思い当たりません。本当かな。ちょっとチクッとしますよ。あ、注射嫌い、注射嫌い。おかしいな、子供じゃないんだから。楽になりますよ。安住さん、血が混じってますね。いや、あなたが吐いたものの中にね、ほんのちょっとですけど、これ血です、血。最近なかったですか、胃が痛いとか吐き気がすごいとか食欲ないとか。うん、見えますか、これ血です、血。明日バリウム検査。はい。せっかくだから検査しておきましょう。いいですね。いや、だって血が混じってたでしょ。行きます。いった。手はしびれませんね。いや、若い人でもね、胃は怖いんだから、ね、ん、はいはい、おしまい。健康が一番だからね。バニラとイチゴ味、どっちがお好み？あ、イチゴにします。一気に全部飲んでください。多分胃炎です。まあ悪くても十二指腸潰瘍でしょう。まあほっときゃ治る病気ですけどね。検査の前に処方書いちゃいました。ガスターにマロックス、ビタミンつけて一月分。たった一筋の血をね、
よくぞ見つけてくださいました。大きな収益です。いや本人もそれで健康を取り戻した気分になれよ。一石二鳥ですよ事務長。助かります。副院長。あ、だと思う。異常があることは間違いない。変な形になってるんだ胃が。とにかくもう一泊だけして胃カメラ飲んでみようね。症状によっては薬だけで治る。薬でダメだったら。だから明日よく調べてそれからの話だ。ラッキーだよ君は。急性アルコール中毒でこんな病気見つかるなんてね。え、驚いた僕も。てめえは明日待てなんだよ。すいません。大丈夫か。大丈夫か。おい、出ろ。捕まれよ。早く捕まれ。 PCU 病棟新しい。どうせ泊まるならこっちの方がいいな。末期の助からない患者を入れるんだよ。それはない状態ですから、ご家族の方はこちらでお待ちください。岸田さん、岸田さん、岸田さん、聞こえますか。岸田さん、塩酸モルヒネ。モルヒネは呼吸を抑制する。俺が主治医だ。 PCU の患者だ。本人も望んでた。痛いのや苦しいのは嫌だって。痛いんだよ、全身の骨が腐ってんだ。呼吸止まりました。そうか。ファイトブロック早く。行こうとしてるんだ静かに。もういいよ、蘇生したって半日持たない。バック頼む。5リットル。長引かすだけじゃないか。 SM だろこれじゃ。兄ちゃん死ぬとき縛られたいか。1分1秒でも臨終を遅らせるのが医者の義務だ。助からない患者を苦しまないように行かせんのも医者だ。ボスミ一等即中。まだ手があるのに見放すのは人殺しだ。家族サービスでもある。あ
と20日頑張ってくれたらこの病棟で亡くなれたのに。苦しまないで。患者の報告を始めてください。1号室に入ってもらう高倉俊夫さん、ネズミ捕りを作る会社の経営者。事業の整理の必要があるからって奥さんからの頼みで、おととい片倉先生と私から告知しました。肺がんであること、お正月は迎えられそうもないこと。一代で会社作っただけあって強いの。早速会社の残務処理始めて。なんか物足りないくらい。ね、主よ、私を見捨てないでください。主よ、主じゃ議題じゃないの。バカなんだから。赤間さゆりさんは3年前に乳がんで右乳房を摘出。主よ。執刀は副院長。それ以来転移しちゃう手術の繰り返しで、今度は骨。本人ももう長くないって分かってて、早くご主人の元に行きたいって。カトリックなのよ、熱心な。痛み止め、痛み止め。はい、岩久保隆さんは酒屋。前立腺がんが肝臓に転移していて、目も苦しめ。医者嫌いで病院に来ないうちに手遅れでね。来週から片倉先生に病室に通っていただいて、本人と打ち解けたら告知に入ります。奥さんがもうダメならホスピスに移してあげたいって申し出てきたの。夫婦仲は円満ですって。柏木藤三郎さん、膵臓がん。本人は腹膜炎だって信じています。娘さん夫婦が老人だから病名は教えないでほしいって。病名の告知なしでケアできるかしら。寝たきりだから問題ないって。知らぬ仏よね、うん、川添さん楽しんでませんか。楽しんでます。ホスピスの経験があるのは川添さんだけです。おかげで助かってますけど。でもそういうふうに人の死になれちゃうのって。楽しまなきゃ興味持てないでしょ。人事なら気楽に泣けるけど、患者なんだから。ここのねえ、ねえ、ねえ、いいですか、最後の一人。現在入院中の末期がん患者は3人。どれも治癒は望めない、半年もたない人ばかりだ。うんのか。母さんと言ったよね。うん、本出すたんびに貧乏になる。今度はちょっと冒険してね。ユーモアも書いといた。読む。悪いね、遠いのに。2、3日滞在するから。なんか欲しいものないか。無理して止まんなくていいよ、元気だから。すぐ退院できるってお医者さんも言ってるんだから。顔色いいからな。明日来る。顔色は悪いです。でもあんまり突然です。本当に治らない癌なんですか。我々も最初は胃潰瘍だと思ったんです。胃カメラを覗いてびっくりですよ。スキルスは一番タチの悪いがんなんです。普通の胃がんは胃の粘膜にできます。だから自覚症状もすぐ出るし治療もしやすい。スキルスってやつはその粘膜の裏側にできるんです。見えないところでじわじわ広がっていく。なぜか20代の若い女性に多く見られるがんです。自覚症状としては腰痛、たまに吐き気、その程度ですぐに末期になる。本人には胃潰瘍の薬だと嘘をついて、一昨日から抗がん剤を始めました。
頭痛とか吐き気とか副作用はかなり強いんですが、少しでもがんの進行を遅らせることができればと。この句だからね、栄養はバッチリだからね。今がね一番大変な時だから、もう一頑張りね。ほらよく言うでしょ、病は気からって。あれ本当なんだからね。え、あそこのおばあさん、どこ行っちゃったんですか？個室に移ったんだね。元気でやってるよ。安住さんも頑張らないとね。あ、美容師さんなんだって。へえ、大したもんだ。今度やってもらおうかな。なかなか決まらなくてね。毎朝大変なんだ。寝てたから出直そうと思ってたとこだ。あ、ドリフ大工さんが何か違うよ、人手が足りなくてこのままじゃオープニング間に合わないから手伝ってただけなんだ。医者だよ。医者？これでも病棟長だ、あそこのね。末期の助からない患者を入れるんだよ、あそこは。死ぬの？私。え？誰だって死ぬよ。僕だって君だっていつか。病気の話は今度だ。片倉保つ、君の主治医の弟だ。何しに来たんですか？ナンパ。看護婦から冗談だって聞いてさ。本当綺麗だし。テレビで見たわ。がんセンターの人ってみんなハゲじゃない。抜け毛ひどいのよね、私。これ薬なんでしょう、がんの。胃潰瘍一泊入院、薬で治る。もう2週間以上よ。なんで嘘つくのよ。今時言うんでしょ、治るがんなら。何なのよ私。がんって決まったわけじゃん。まだ検査が。お変わりないですか？嘘つき、がんだったのね私。私は副院長の許可取ってからって言ったでしょう。卑怯だぞ。勉強したのよ私。あなたの病気が分かる本、
若者の胃がんは手術できない状態になると 98% が死を迎える。でたらめだ。普通の胃がんなら 6,7 割は治る。普通じゃないのね、私。話して。今さら隠す意味ある？全部話して。スキルスというのはタチの悪いがんだ。死ね、バカ。病気は分かった。来年の桜は？バレンタインデーは？もうよ。お正月、クリスマスツリーは見られる？僕らの病棟に来よう。今よりはずっといいケアができる。それは約束する。よろしくお願いします。勉強してたから覚悟してたんです。すっきりしたら疲れちゃった。眠い。そのまま寝れるね。明日また来る。先生、ありがとう。直接庭に出られます。そしてそこがロビーです。父さん、随分わがまま聞いてもらっちゃって。俺は車と女しか能のないお前が初めて本気になったんだからな。まだ続いてんのか。なんつった、あの小児科の看護婦。うまくかけれるよ、看護婦足りねえんだから。日本で8番目のホスピスだ。
PCU というのはパリアティブケアユニット、つまり痛みを和らげる病棟という意味です。ホスピスという言い方もします。死ぬための病棟だと勘違いしてる人も多いけど違います。生きるための場所です。がんの苦しみの大半は治療の副作用と痛みです。痛みに関しては積極的にモルヒネを使います。かつては麻薬中毒が心配されましたが、今は錠剤もできてがんの痛みの大半をなくせます。副作用と痛みに苦しむ10日間より元気なまま過ごす1週間、そのために皆さんに本当のことを告知しました。ただし明日来る柏木さんだけは別です。お年ですし寝たきりだ。お願いします。ここがどういう場所か教えてません。皆さん注意してください。ここでは酒もタバコも家族の泊まり込みも外出も外泊も自由です。看護婦も普通の病院の倍います。専属のメディカルソーシャルワーカーもいる。皆さん頑張って生きてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ったって死んじゃうんだから気楽にやろう。人間いつかは死ぬんだ。事故でぐちゃぐちゃになるやつや戦争で犬死にするやつより100倍幸せだ俺たちは。植物人間も悲惨よ。イエス様は貼り付けです。イエス。痛いぞ貼り付けは。そんなやつより100倍、100倍幸せだ俺たちは。まあ悲惨の横綱って言ったら自殺、自殺よね。そうそう、あのね、首吊り自殺ってね、身長が2倍になっちゃうのよ。本当？嘘。なんで私見たことあるんだもん。まさか。だって足が下についちゃうだろ。いやだからその時に死んでんのよ。だって、そんなことは聞いたのよ。皆さん、カラオケ歌いませんか？カラオケ。約束は1年だからな。今日から個室だからね。お前のドジな告知以来拒食症でね、ほとんど寝てない。悲しみの目の中をあの人が逃げる。あなたならどうする？あなたならどうする？泣くの歩くの死。あなたなら私のどこがいけないの？それとも誰かを下手なホテルよりも豪華じゃない。おねえ、 PCU ってさ何の略？プレジデントケア。あ、そう。
ああ、だからすごいんだ。私も胃潰瘍になろうかな。食べ過ぎで？よく食べるもんね。ねえ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 。何？何何何何？何？入院したおかげでね、初めて役に立っちゃった。何が？こないだ買ったじゃない、あの紐パン。悲しい。気持ちはわかるんだけど、暑いじゃないかよ。まだ死ねねえ。うまいもん食っていい女抱いていい酒飲んでまだ足りねえ。俺のおじいちゃんはな、熱が出ると餅に生えた青カビ食ってた。みんな笑ったよ、迷信だってな。でも迷信じゃなかった。まだ、どっかのお利口さんが青カビの中からペニシリン見つけてノーベル賞だ。民間療法は侮れない。なんてかわいそうなのかしら。本日は今は亡き私高倉俊夫、享年48歳の葬儀にご臨席をいただき誠にありがとうございました。思えば恥多き人生でございん。止めていただけませんか。あれ、たまには高倉さんもどう、奥さんとデュエットすれば。好かんのです、酒もたしなまんですから。自分は小学校6年で生徒会長当選、中学1年初めてのオナニー、中学2年シェイクスピア・ベニスの商人を読む、シャイロックに涙す、中学3年平泳ぎ水泳大会出場、入った途端パンツが下がりそのままゴール到着、出て涙する。安住さん、夕ご飯ですよ。はい、おいしいわよ。
何にも知らないのね。マーチが食べたいんです。なんか急に食欲出てきましたね。ちょっと待っててください。安住優子投薬は抗がん剤抜いて3週間、痛み止めはモルヒネ、錠剤で 20mg です。安住さん、今ちょっと手離せないのよ。本館に売店あるから自分で行ってくれるかな。なんで4期患者に告知なんかしたんですか。常識外れですよ。抗がん剤は続けてください。放射線も温熱も、それから GCSF ってこれ使えないんですか。がんのお勉強する暇があったらもっと娘さんのそばにいてあげてください。告知は確かに失態でした。ですがここに来ることはご本人も望んだんです。個室がいいし痛いのは我慢できないって。片倉先生、安住さん、見るみたいな目ね。
がね、毎晩忍び込んでくるんですよ。最初は夜ばいかと思って寝たふりしてたんですがね、ばば拝むんですよ、私を。毎晩ですよ。変じゃないですか。今日ね、娘夫婦を問い詰めたんです。どっちが越せないそうですね。抱いてくれませんか。はい。きつく抱いてくれませんか。今、看護婦は女だと誤解される。理科に冠を正さず、私を抱いてください。はい。では、失礼します。嘘なんでしょう。なんとか助かりませんか、先生。どういうんだよ、この PCU は。最初の一月で200万の赤字だ。お前の予測の4倍だ。ですが患者のケアはなんとか順調です。安住優子も体力を回復して。新しい CT の導入は見合わせるしかありません。死んでく患者が金食って早期がんを発見する機会を入れられない。見落とすんだよ、治せるがんを。末期患者が仲間を呼ぶ構図だ。それは極論です。約束は1年だぞ。先生方も内情をご理解の上、もう一頑張りお願いします。例えば山下先生、風邪の患者にアスピリン出してらっしゃいますがね、どうせならロナール出してください。効果は同じですがグラム20円違うんです。その黒字が穴埋めに消えるわけですか。大名副院長、あれ何とかしていただけませんか。一人民間療法オタクがいて、薬出す前に患者が逃げますよ。恐れたんじゃないんですから。やめろですって。やめましょうか、ご迷惑なら。なんなら退院してもいいんですよ。いえ、そんな必要は。やれもんなやってみろ。火つけてやる。声もなめんだ。てめえの首かっきって看護みんな誤解したって平気なんだよ。裁判が始まる前に死ぬんだからな。やってやろうか、やってやろうか。それに比べればこんなもん、かわいいもんだ。
せ。片倉先生、お願いします。また抱いていただきたくて。ホストじゃないんだから医者は。どっか行くの？ガンも落ち着いてるから1ヶ月ぐらいなら外泊できるって。実家じゃ気詰まりだしね。また頼むよ。2日寝てないんだよ。どこ行くんだよ。どっちががん患者がクイズやったらきっとみんな外すわね。どこ連れてくんだよいきなり。なんで PCU 始めたの？直したがるのが一緒なのに。いいだろう、どうだって。はあ、心残り。死んでも死にきれない。研修医の頃入院してね、狭い6人部屋で天井に大きなシミがあった。普段は気がつかなかった。患者が一番見てる時間が長いのは天井なんだと。こんなとこで死にたくないって思った。学食よりひどい飯食わされて、週に1回しか風呂入れないで、隣のじいさんの席聞きながら病院で死ぬのだけは嫌だなって。それだけで。何の病気だったの？がん。ヘモ。ヘモ。ヘモロイド痔だよ。ヘモでもあんな辛かったんだ。もっと重い病気だったら。だから作ったの。ないから。何なの俺。片付けてる間寝たら体壊す。うん、風邪ひいたみたいで。大丈夫、明日朝一で出るからよろしく。医者が仮病使ってりゃ世話ねえな。みんな赤ん坊みたいにダダこねる。体の痛みは思ったより簡単に取れたけど、心の痛みに効く薬は売ってない。どっちみち1年経って黒字が出なければあそこは兄貴の病棟だ。特別室にして稼ぐんだって。昨日8月分の会計した。たったの9万。値上げすればいい。だってあっちのお兄さんの方で治療受けてた時は今の3倍払ってたんだから。厚生省で決められてんだ。緩和ケアは3000点。黒が出るわけやね。大工の真似事までしてやっと作ったのに。
でも休み。何するんだよ。強姦。心の駆け引きなんかしてる暇ないの私には。でも真剣に取らないで。気分なんだから。誰だってあるでしょそんなこと。強姦なんだから、狂犬に噛まれたと思って忘れてね。すぐ。ないし、ないから、今度も、また今度。否認する意味ある？どうも。そのクランケ、肺がんだ。典型的な美満型の影が研修医でも分かりますよ。これ半年持たないな。また手遅れですよ。保つのおかげで。かわいそうに誰ですか。私だ。ペニシリン飲んで経過だけ見てるうちに本当に肺炎だと思ってたんだ。難しいもんだな。患者だ。お前に任せる。よろしく頼むよ。保つじゃ頼りねえ。安住優子です。ええ、そちらのツアーに参加してるんじゃないかと思いまして。はいはいはい、優子がいなくなってもう2週間なんです。そちらに電話か何か。そうですか。あ、そうですか。はい、わかりました。
あ！今年のクリスマスツリーは見られません。私は入っていませんでした。綺麗になったわね。どんなに迷ってもないでも愛があれば大丈夫。それではコマーシャルです。皆さんおはようございます。おいしいリンゴのご紹介です。今日はこちらの初代アップルクイーン純子さんと一緒に体にとても良いキングアップルとクイーンアップルをご紹介いたしましょう、はい、まずこのキングアップル、こちら繊維質がたくさん含まれておりましてダイエットに非常に。はじめまして、川端です。平気です。この後安住さんにはなぜあのコマーシャルに出たのか、そのあたりお話をお伺いしようと思って。生放送ですから、まあ、いろんなことありますけどもね、はい、今朝あのリンゴ食べたんですけど美味しかったんですよ。私も肌ツルツルになりました。本当ですか？え？じゃあ、頑固口やホスピスのことをもっと世間に知ってもらいたくてあのコマーシャルに出たわけね。で、恋人いますか？別れたんです。婚約してたんです。小さな商社に勤めてる幼なじみと。でもこんな病気になっちゃって、それで私の方から忘れてって、忘れてくださいって。それで知らなかったよ、婚約者のこと。嘘よ。え？まだ死にたくないわよ。ゆうこ、俺だよ。ゆう
組織やすくないか。君これが4日分のモルヒネ、それとカンパケ、来年放送する分だ。量増やしてくれた？うちの知り合いのほら医者に無理して処方してもらってんだ。主治医でもないのにさ、量を増やせないって。効かなくなってるんだこの量じゃ。ああいいのか、あの医者ほらここ1週間通い詰めだからさ、話ぐらいね。安住さん、がんになった途端さんつけ、世間って傑作。私はもういません。あなたは今元気ですか？優子、俺だよ、片倉保だよ、君の主治医だ。優子、優子。お客様、お泊まり以外の方は客室フロアはご遠慮願ってるんですが。あ、主治医なんですよこの部屋の客の、片倉です。いや、ですからそのお客様からのご依頼なんです、お引き取り願いたいと。ゆうこ、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 何考えてるの、ゆうこ。外来の患者が急激に減ってるんだよ、こいつのおかげで。あそこは死ぬ病院だって町中の噂になってる。入院患者たちもみんな自分はガンだと思い込んでる。盲腸の患者まで遺書を書いてる。お前責任者だろ。赤字も相変わらずだ。どうするんだよ。すごいノリになってきたわね。もっと真面目に死のうよ。人間は必ず死にます。告知を受けた末期患者は少し特別かもしれません。でもみんな死ぬまでは生きている普通なんです。欲も恋も元気です。告知が辛いのは当然です。する側もされる側も。ショックを受けた告知患者を落ち着かせるのは、私が言うのもなんなんですけど、大仕事なんです。ホスピスはもっと必要です。身勝手な同情や涙で臭いものに蓋をするのは自由だけど、私には蓋をしないで。私は皆さんの未来です。自分に蓋をしないで。辛くてもゴールが見えていれば全力疾走ができます。
怖いものは何もありません。何なんですかこれは。何なんでしょうね。私は今生きています。無意味に健康だった頃よりずっと元気です。勘違いしないでください。病人なんですから。頼みますよ。ごめんなさい。どうしてください。危ない。ごめんなさい。ごめんなさい。帰るんなら電話してよ。ノーメイクじゃないの私。何考えてんだよ。自分で命縮めてどうすんだ。薬が足りないの。もう我慢できないの。早くちょうだいモルヒネ、量増やして。
れだけ心配したかわかるか。ひどいじゃないか。起きたら消えてたあの朝。忘れてって言ったはずよ。こんな茶番やってる暇にもっとお父さんと一緒にいるとか。ヘイモ、ヘモに言われる筋合いないわよ。分かったような顔しないでよ。初めてライト浴びた、初めてフグ食べた、初めてベンツに乗った。女ならいっぺんぐらいいい思いしたっていいじゃない。とっとと持ってきてよモルヒネ、ノロマ。お二人にブレーンになってほしいの。ブレーン？闘病記を書くの。出だしはこうよ。私の最後の秋が始まった夜、また血を吐いた。いつですか？嘘よ。みんな泣きたいの。そういうの作るのよ。ハーレクインロマンスいつも読んでるじゃない。悲惨な話なら得意でしょ。目標は100万部、日本中を泣かすの。なんてけなげな娘なんだって。あ、タイトルはね、愛と死を見つめちゃった。手伝って。面白いじゃない。眼告知のショックから立ち直ってから、世の中全てが美しく見えるようになりました。蚊に刺されることさえ新鮮で、これが最後かと思うと、そのかゆみさえなんだか愛おしく思えるのです。まだ泣けない。蜂にする？蜂ね、ね、方向が違うと思います。お帰りなさい。お世話になります。ご自宅はいかがでしたか？食事食べられますよね？先生、再入院っていうことは、そろそろ。先生からも言ってやってください。いつも後ろ向きなんです。せっかく一時退院したんだから、子供たちと温泉にでもって行っても。もしよかったらお前たちで行ってらっしゃいって塞ぎっぱなしで、つまんない人。柏木さんと赤間さんが二人とも落ち着いてます。標識はキリスト教で頼む。それからお経は極楽寺の和尚にあげてもらってね。孫見たかった。Yes, why?
からのところに行きましょう。キリストの体。出てって、みんな出てってよ。赤間さん、あったもよ。まだ早いのよ、疫病神。赤間さん、先生、医者なんでしょう。助けてよ。はい、このバカ残して死ねません。バカなんです、この子は。もう私が死んだら殺してください。はい、この子がなんとかなるまでダメなんです。先生、先生、大丈夫。赤間さん、5分でも10分でもいいから、長生きしたいの。ゼリーなんか食えるか。ションベンは適面で元気になるんだ。おしっこにヨーグルトを混ぜて固めたの。名付けてニョーグルト。これお前のションベンだろ。汚ねえな。恨むから、死にたくない。この子はまだ嫌なんだから。赤間さん、赤間さん、ママ、ママ、ママ、どうしました、高倉さん。高倉さん、
苦情が。好きにさせた方がいい。また恨まれますよ。赤間さん、先生に話したいこといっぱいあったのよ、きっと。先生全然病室行かないから。他の部屋が忙しかったんだ。宗教ある人は強いと思ったんだ。赤間さんへのケアは失敗でした。私たちも反省してます。器だけじゃホスピスって呼べないんですよね。今年のクリスマスツリーは見られないよ。ツリーを飾る。私本当にガンなの？あ、明日テレビの取材が来るんだけど平気ですよね？ここで撮んのか？静かに頼むよ。呼吸不全だ。血管が詰まってる。気管切開。はい。声が出なくなる。親父は詩吟が生きがいだった。このまま兄ちゃん、あっ、出ろ。ボスミ土足中。行くな。戻ってこい。こっちだ。
もう。今月も120万、赤字。 PCU はあと3人で空だ。空いた部屋使っていいよ、特別室に。辞めるわけじゃない、たまたま空いてるだけなんだから。1年経って黒字になったら出てってもらう。ベッドを空にするな。空にしてどうするんだ。院内一の黒字病棟。内緒だって言われてた。安住優子が病棟に帰ってきた夜渡された。代理店との契約だ。全ての報酬を PCU に寄付するそうだ。 CM の契約、取材、出版、軽く見たって1億だ。年に一人ああいう女捕まえりゃ遊んで暮らせるな。あいつどうして。彼女に聞くなら明日にしろ。夜中だぞ。もうメリークリスマスか。恨まれるな、また女房に。赤政より世話かけた。3年前の発病から俺の患者だった。死ぬ時は人間らしく死にたいっていつも言ってた。息子の心配しながら死んだんだろう。このままじゃ死にきれないって。彼女の願いは叶った。普通はな、自分の体の痛みで手一杯だ。願いは叶った。副院長、急患です。80代の男性、吐血して5、6分で到着します。はいよ。じゃあな。
しくまりました。幸福に死を迎えるか、これは現代を生きる私たちにとって新たなる課題ですよね。安住さん、幸福な死なんてないと思います。でも安住さんは告知を受けて最後の日々を充実させて、ホスピスでも病院でも事故でも死は不幸です。みんな泣きながら生まれて泣きながら死んでいく。でも生きてるうちにいっぱい笑えば、死の瞬間に思い出し笑いぐらいはできるかもしれない。でも告知って必要ですよね、自分の本当の病気を知るために。ホスピスってもっと必要ですよね、幸福な死の。それでは最後にお伺いします、安住さんはどんな思い出し笑いができそうですか。契約書、なんで黙ってた。相談したら反対した。弱いもん、あなた。続けるよ、この病棟は。ずっと大きなお世話だ。大変だ、生きてく人は。死んでく人もな。狭いな。 PC はセミダブルに入れ替える。足を忘れてって。思い上がるな。未練に引きずられるほど優しくないよ俺は。もういいんだよ。
くしてくれるよね。クリスマスでも雪が降る。今まで一度だってそんなことなかった。最後ぐらい神様だっておまけしてくれるよね。お世話になったら散歩に行こう。しようか。いいよ。大きいよ。いいよ。雪だ。絶対。Feel my love like rising sun. You're so awake, yes it is. Like the earth needs a sun. I need your love and smile, my dear. You know me now like angel smile. You're so awake, yes it is.Like the earth needs rain, I feel life and hope forever.